どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はユニーク装備の入手方法行きましょう。ネットでもねだいぶ情報が出てきました。今日は刀のユニーク装備ゲットしに行きましょう。ユニーク装備の入手方法だけども、この無双演武で、まあ、特定の場所を、特定のキャラを使って、クリアする。さらに、難しい、もしくは地獄ランクで、S ランク以上。これをね、クリアしないといけません。ちなみに、刀の入手方法の場所なんだけども、まず一つ目。これか。小谷城決戦。ここを、浅井長政だったかな？だね。浅井長政を使って、ここを S ランククリア。そしてもう一つ、第五章だね。第五章の、光月城の戦いの毛利軍編。毛利軍の光月城の戦い。ここを、小早川さんで行きましょうということだね。まあ、行ってみましょう。ちなみに、使用キャラは、メインでも、パートナーでも、どっちでも、構いません。まあ、いい方に、つけておいてくださいね。では、行くよ。では、行きましょう。おーおお、いきなり縦かい。いきなり縦かい。小早川さんはね、そんなに、使ってないけども、入手のね、時が遅かったんで、入手時期が遅かったから、レベルはね、高いのよ。もうすでに30あるんで、もう技能とかはもうすでにマックスになってます。うん。刀はね、いろいろとね、あるのよ。使うやつが多い分、結構個性が出るので、好きなやつを選べるよね。うん。ああ、なるほどね。浅井長政と同じで、雷の属性みたいな感じか。はいはいはい。ちょっと待って。アクション見てみよう。固有が確かね、ジャンプ攻撃だった気がするんだよね。あ、だね。空中のチャージ攻撃で固有が出る。そして、チャージ4だね。チャージ4が固有だ。オッケー。行くぞ。どんな感じ？ジャンプして。おお！なるほどね。あ、これは広範囲に使えそう。あ、でもこういう縦のやつとかは、倒すことができないのか。ああいうのもね、一発でいけるんであれば、かなりいいかなと思ったんだけども、そうはいかないか。チャージ4の固有は、あ、これね。うん。こっちか、こっちだな。あ、雷が先に走り込んでいくっていうやつか。あ、これは使いやすそうだぞ。まあ、どんどん進めていきましょう。結構ここ長かった気がするな。ちょっとあいつ速い。鹿之助足速い。ちょっと待って。あー、追いついた。ようやく追いついたわ。終わりだ。よし。 S ランク取るものもね、なかなか難しい時があるのよね。でもまあクエストをそうね5個ぐらい成功させちゃえばなんとかなるか。うん、あとはあれヒット数とかだな。ヒット数と討伐人数、それでなんとかしていこう。もうとにかくいるやついるやつを倒していこう。で、あ、さらにあれか、レベル上げもやっていかなきゃいけないから、経験値稼ぎのアイテムもいい感じのとこで使おうかな。どっかいいとこないかな。あ、ここいいんじゃない。ここなんか奥の方まで結構いるから良さそう。あ、ここ良さそう。いいね。反対側、こっち側にいた。あ、そんなにいない。あ、いや、いるいるいる。もうちょっといてもよかったけどな。よし、でもまあ30秒間フルで稼ぐことができたね。
よし、次は誰が相手だ。間に合え間に合え、あーギリ間に合ったっぽいぞ。よし、オッケー、なんとか間に合った。あと何体だ、まだいるね。しゃあ、あとこっちか、あと2体いた。よし、くらい。うわ、さすが強い。さすがにそうなってくると強いぞ。もういないか。おし、うまいこと阻めた。いけたいけた。あとは光秀だけじゃない。もうあと1体で終わり。激、あー俺経験値アイテム使ってないな。1回しか使ってない。マジか、ちょっともったいない、もったいない。まあここで使っていくか。よし、ここで使っていこう。いや、現実を教えて。勝利条件変更。ここちょっとおらんな、敵が。もったいない。でもまあいいか、使わないよりもマシだったか。どこいる、いた。よし、終わり。え、まだいるの、まだ敵いる。あ、まだいるんだ。あ、いたいたいた、鹿之助か。なるほど、最後知らせてあげましょう。危ない、まだでしょ。俺誰が討ち死にだ。諦めるもんか。いやー、やめて。よっしゃ、オッケー。できれば使いたかったけど、無双使っちゃったんだよね。オッケー、おしまい。 S ランクいったかな、どうだろう、どうだ、来たでしょう。すべてオール S ゲットできてるかな、どうだ。お、来た来た、ゲットです。滅災と草薙かな、ゲットしました。それでは実際に装備をしてみましょうか。ちょっと待って、攻撃力が変わらない、一緒だね。こっちの方が58とだいぶ上なんだけども、スキル攻撃8なのよ。で今装備してるのが攻撃9なので、その分でダメージは変わらないっぽいね。でスキルが攻撃速度がついてない。範囲も7だしね。そうか、破天がついてるのか。どうなんだろうね。ユニーク使うよりも、なんか、ステータスを見た感じでは、自分で作ったやつの方が、強い気がするんだけどね。わかんないね。まあまあ、とりあえず、今日これ、滅災と草薙か。合ってるかな?ゲットしました。はい。まあ、こんな感じでユニークどんどんゲットしていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。